横浜スポーツアンプカルチャークラブ横浜スポーツカルチャークラブ横浜スポーツカルチャークラブは日本の神奈川県横浜市をホームタウンとする日本プロサッカーリーグ J リーグに加盟するサッカークラブである故障は YSCC 横浜 YSCC 横浜1986年に横浜スポーツクラブとして創設 1987年に横浜サッカーカルチャークラブへ名称を変更。2002年に法人化するとともに横浜スポーツカルチャークラブへ名称を変更。2013年に J リーグ準化名クラブとして承認され、2014年に J リーグに入会した。クラブ名は地域住民と深くつながるスポーツクラブを通じた地域文化の発展を目指すという意味合いを有する。 設立の経緯、口実もあり、2011年時点で、プロサッカークラブ化はせずに、アマチュアとして、地域スポーツ文化活動の振興を目指すとしていたが、2014年より、運営体制は現行を維持しつつも、J リーグ入会に伴って一部選手の契約をプロに切り替えている、等項目を参照。ホームスタジアムは、日発三沢球技場、練習場は、 横浜カントリーアスレティッククラブ及び海の公園なぎさグランドである詳細はスタジアム練習場を参照。クラブのルーツはメキシコオリンピック後の1964年に発足した横浜中区スポーツ少年団にまで遡る。その後、全日本空輸、全日空が資本参加し、数度のクラブ名変更を経ながら、 1984年には当時のトップカテゴリーである日本サッカーリーグ JSL 一部に昇格。これを機に同クラブは全日空の完全子会社である全日空スポーツの運する全日空横浜サッカークラブとして運営されることになる。これに対し同クラブに携わっていた OB やスタッフが企業に依存するクラブ運営に疑問を感じ。 1964年設立当時の理念である地域に根ざしたクラブを具現化するべく当時選手として所属していた唐井忠が主導して1986年9月に新たに設立されたのが横浜スポーツクラブであり、YSCC はこの年を設立年としている。設立当初は中学生への指導を中心としたクラブであり、 1987年には横浜サッカーカルチャークラブに解消している。1988年トップチームが神奈川県社会人サッカーリーグに参加し最も下のカテゴリーである3部に参戦。翌1989年に同2部に1990年に同1部に昇格。2002年には 運営母体が特定非営利活動法人、NPO 法人化するとともに、クラブ名を横浜スポーツカルチャークラブへ変更した。2003年に開催される第37回関東サッカーリーグ、関東リーグが2部制に移行することに伴い、関東リーグ2部へ自動昇格を果たす。3002年目の2004年、関東リーグ2部2位となり、一部に自動昇格。 2006年に初優勝した。2011年、関東リーグ一部で4度目の優勝を果たすとともに、4回目の出場となった第35回全国地域、サッカーリーグ決勝大会で優勝、日本フットボールリーグ、JFL への昇格を果たす。2013年、翌年からの J3 リーグ創設が発表されると、クラブは J リーグ参入へと大きく方針転換する。 6月には J リーグ準加盟の申請書を提出し、8月20日に J リーグ理事会で準加盟が承認さ、11月19日には J リーグへの入会が承認され、J3 リーグへの参入が決まった。以降、J リーグ規約第27条の規定、J クラブの法人名、チーム名及び故障以下総称して名称という。ただしチーム名及び故障には、 地域名が含まれているものとするにより、故障を英字略称のみの YSCC から地域名を含んだ YSCC 横浜とする。なおクラブの公式サイト上では引き続き YSCC の表記のみが用いられている。ホームスタジアムは神奈川区の日発三沢球技場である。過去のホームゲーム開催スタジアムは横浜スポーツカルチャークラブの年度別成績一覧。 年度別入場者数を参照のこと。練習場は横浜カントリーアスレティッククラブ及び海の公園なぎさグランドの2カ所である。創設した1986年当初はサッカー教室のみで中高生ら28名でスタートしたが2003年にサッカーチームに所属する子供を送迎する母親を対象としたヨガ教室を開始して以後バスケットボール テニス、バドミントンなど、サッカー以外の種目にも活動を拡大。幼稚園から、大人、女性と、あらゆる世代が参加する総合型地域スポーツクラブとなった。また、2005年に、日本体育協会の総合型地域スポーツクラブ、育成支援事業、育成指定クラブに認定された。育成部門として、ユース、U-18、ジュニアユース、U-15、15 U-12 アカデミー、U-10 アカデミーを有する。また、セカンドチームの YSCC セカンドとシニアチームの YSCC マスターズが神奈川県社会人サッカーリーグで女子サッカーチームの YSCC コスモス2012年発足が神奈川県女子サッカーリーグで活動している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。